皆さん、こんにちは。こんにちは。3月30日、鹿島酒蔵ツーリズム2014に来ています。青木里奈と有明ガタガレ、ガタリナ散歩です。有明ガタガレ、はい、初めてのガタリナ散歩を行ったのもこのまさに肥前浜宿でした。浜宿、そうなんですよね、ガタちゃん。そうだ、そう、前回もこんな風にお酒を楽しむお祭りでしたけど、泊まり方がなんかちょっとね、あのべっとりしてますよ。なんかね、ちょっとね、さ、そろそろエステに行ってほしいガタゴロウですけども、さあ、今日も取り方早く10分今日もですね、ガタゴロウとですね、途中だ、ステージに登場しまして、ガタちゃんのダンスを披露いたしました。そうだ、はい、今日はですね、取り分けが結構多めでですね、うん、はい、結構ね、みんなから大人気、私たちですけども、うん、ビギットのチームが来てますよ。後ろビギット、ペンギンも、ペンギンも、お祭り男、お祭り男ですよ。この藤さん、お祭り男、お MC 乾物くんさん、ジャンプ、ジャンプ、MC 乾物くんさん、あー MC 乾物くんさん、憧れの MC 乾物くんさんです。やめた方、というわけで、あ、引っ張らないでですね、子供にいじめられる肩頃ですけども、ですね、なんですかね、あのですね、あれですね、美味しいですね。届いてないかな、声が。大丈夫かな。お酒が美味しいお祭りですので、お酒飲み放題やったら、第12回のお酒祭り、多くのお客さんで、この美味しいものが食べれたり、酒蔵通り賑わっております。そんなお祭りですけども、酒蔵でのイベントのご案内を申し上げます。ガタちゃんはどんな気持ちでやってます？1時30分、なんかね、峰夏すごいじっとりだから、そうなのよ、なんかね、今日はいつにも増してじっとりです。昨日雨だった影響もあるんですかね。なんだろうね、そういうのもあってちょっとじっとり気味ですけども、変わり方が、ちょっと大丈夫、ちゃんとほら握ってますから、一応ほら見て、もちゃんと握ってる、握ってますですけどもね、こういうイベントつなぎの中でめっちゃくちゃ上手いじっとりしてねえ、ガタちゃんが、なんかね、もう脱ぎたいのか、脱ぎたくないです。このままの状態で終わりましたからね。はい、今日はですね、そんな感じでフラフラ祭りじゃなくて鹿島酒蔵ツーリズム2014来ております。花と酒祭り、花と酒祭り2日間にわたってお送りしております。まあ、この辺でストップしてペラペラ喋りましょうか。ステージだ、はい、ここがステージでございます。ダダーン、ステージ、あ、トッピーショー濡れたから、カタちゃん一旦ここで休憩して、こっちから来ます。で、まあ2人でですね、ガタリナ散歩、あら、こんにちは。2人でですね、ガタちゃんを踊るわけですけども、ガタちゃんは振り付け覚えていらっしゃいましたか？完璧だった。ほんまかいな。ほんとかよ。完璧。いや、もうこの前のですね、私、あの日潟で撮ったガタリナ散歩見てびっくり。もうね、何、もうびっくりよ、全然踊れてないんですよ。あれ、まだ公開になってませんけど、もうね、初めてのガタちゃんムービー、全然踊れてない。なんか何やってんのって感じでしたよ。え、振り覚えてなかったでしょ。あれ、完璧だから。そんなことないですよ。あれで完璧なら私なんですかって。違う、追いが基本だ。追いが基本、間違えないといけないの。私はえらい、もうなんか今日やってこうやってたじゃない。あれが正解だった。もうこうやってうろたえて私の方見てみたいな、こうやって見てたでしょ。顔組みやったから前のやつこうやってやって、だから見えないんですよ、後ろやってるの。だからめっちゃ失敗しててびっくりしましたよ。へ、でもまあ昨日撮った、ガタちゃんムービー、それは結構上手に踊ってましたね。メインステージに踊りました。これ練習したかった？練習した？家で？うん、ガタの中でこうやって皆さんに踊りますし、パフォーマンスを行います。つってね、やりましたけども、バッチガタ、バッチリですか？じゃあ今日今から前説としてガタちゃん踊らないといけないので、しっかり頑張りたいと思いますけども、スケーさんも踊ってかた？スケーさんも踊るそうです。はい、スケー撮影時計さんです。あ、太郎さん、太郎さん、ガタリナ散歩出てくださいよ。ガタリナ、ガタリナ散歩っていうね、今のムービーを撮ってるんですよ。何かすればいいと思う、 YouTube で。あ、はい、BMX のですね、チーム太郎さん、ピンク太郎さんです。どうもです。新婚さん、いらっしゃい。いらっしゃい、新婚さんですよね。新婚です。もう行かないといけないですか？はい、あ、すいません、見てください。カチカチ、カチカチ、すいません、すいません、もう忙しいんだろうね。バイバイ、ありがとうございます。はい、はい、ガタゴロウさんですよ。どこのキャラ、あの、ゆるキャラ、無所属新人でやっております。佐賀を応援してる方、まさかの
カタリナ散歩中になんか取り込みが入るっていう、こういうのね、あるあるです。これもカットできません、私たちのムービーは。トマトとか、うん、トマトはいい、いらんこと言ったら私どうするかわからないから、ね、はい、というわけでですね、この後メインステージで私たちはガタちゃんを踊りますので、またただいま、じゃあ最後にガタちゃんから、今年今月最後の感想を、3月30日だもん、あ、年度末か、年度末ですよ、今年度どうでした？あのね、明日中にね、あれ、請求書書かなきゃいけない、まだ書いてないの？私請求書とか出しましたよ、もう遅れたのがまずいよ、そんなに急に渡したらちょっと迷惑やけどね、早めに請求書出さんといけんよ、ごめんなさい、そんなこと言っちゃダメよ、やめてよ、もう全国配信されてんだからよ、やめてよ、もう、まあね、年度末に向けて事務もね、事務関係もちゃんとやっていきたいという最後の年度末、3月が2014年年度末ですけども、来年度はどう頑張っていきましょうか。来年度はね、はい、もうちょっとね、サラサラになりたいから、サラサラに、多分でもこれからの季節ベタベタだと思うんですよ、サラサラ大丈夫ですか、ギャツビー、はい、頑張って、ギャツビーで、ギャツビーを送ってあげてください、フラッシュコタップで、はい、ギャツビー、ガタちゃんもだいぶ年季が入ってまいりまして、イベントで頑張っていきたい来年度ですけども、私も一生懸命頑張ります、ぜひよろしくお願いいたします、よろしく、カタリナさんもよろしくお願いします、ケチャップよろしく、よろしく、というわけでですね、それではそろそろステージですね、来年カタリナさんも以上でございます、皆さんご視聴いただきありがとうございました、バイバイ、頑張ってくるね。